ダブルチェック、トリプルチェックしてるよね。スノーマンの足、引っ張らないでほしいな。誰がわざわざ名前入りの刀の映像を選んだのか。名前が入ってるなら調べないといけないよ。過去のサックンの T シャツのこともあったんだから戦争関連のことは慎重に扱わないといけない。それができなければ世界では戦えないよ。映像を選んだ人は本当にスノの仲間。映像公開前の 確認の甘さを指摘する声が見受けられた。こうした辛辣な意見が上がる背景に関して、全室の芸能記者が語る。日本刀がたくさんある中、なぜあえて、岡村康二と得られた刀の映像を使ったのか疑問に思うファンが多いのは当然です。スノーマンは、今回のアルバムを引っさげて、11月から12月にかけて初の五大ドームツアーを開催する、グループにとって大切な時期。 ファンの怒りも仕方ありません。スノーマンは中国 SNS、ウェイボー、ウェイボーの公式アカウントを2019年に開設しており、2021年のウェイボーアカウントフェスティバルイン東京2020で人気男性アイドルグループ賞を受賞するなど、アジア圏でも高い人気を誇ります。今回の騒動によって中国で批判を集めたため、グループがこの先、 海外で活動する際の障壁になる可能性を心配したファンもいます。過去にも歴史的事象に関連して、スノーマンの衣装が一部ファンの間で物議をかもしたことがあった。2022年8月、グループの公式 YouTube で JUICY ーーの楽曲のダンス動画を投稿しました。その際、岩本テルさんが19世紀のアメリカ南北戦争時に南部連合が使用した、南軍機が書かれた T シャツを着ており、 ファンの間で疑問の声が上がりました。その後、この動画は削除され、岩本さんが新しい T シャツを着た動画が投稿されました。また、デビュー前の2018年から2019年にジャニーズジュニアチャンネル、当時、で公開された動画では、佐久間大輔さんが原爆のキノコ雲に見えるデザインの T シャツを着用していたことがあったのです。 いずれも SNS で大炎上するような騒動にはならなかったものの、際どい衣装だったため、制作サイドの確認不足が懸念されていました。今回の件で、改めて事務所やレコード会社のチェック体制に疑問を抱いたファンもいたようです。全出芸能記者、今一番、国民的アイドルに近い彼らだけに何事も注目を集めていることを実感してほしいものだ。